よいしょ。さあ、肛門腺絞ってみました。あ、絞って。絞ってない？やれないかな、やっぱり。でね、この間すっごいことになってたから来てもらったんだよね。はい。まあ一般状態はいいです。変わりないですか？食欲元気。はい。うんちおしっこは。ちょっとあの皮膚のあの出来物がちょっと気になってます。どこです？背中のとこなんですけど。この背中ここのちょっと開いといたんですけど。ここですね。ここと二箇所。あ、これね、これともう一箇所、本当だ、同じような、最初一個だけ気がついて、なんか二個目が、もうだいぶなるんですけど、1個目、あ、気がついたから、一個目見つけた時は、なんかちょっともっと小さかった感じに、うん、それね、だんだんね大きくなってきますよね、そういうのって、多分あの、まあイボなんですよ。あ、イボ。イボって良性の腫瘍な、まあ腫瘍は腫瘍なんですよ。でも多分良性だとは思うんですけどね。ただあんまり大きくなっていくとさ、弾けちゃうこともありますもんね。ちょっとここ詳しくいきましょう。どこだったっけ。これか。これとこれ、うん。これはね、何ミリある？3ミリぐらいと2ミリぐらい。でも本人は全然気にしないでしょ。気にしないです。この子にはさ、この子って保湿剤とかさ、もうあ出したことありましたっけ。あ、ないですかね。これ保湿剤ね、コンディショナー。で、こういうのちょっとちっちゃいのを出しますから、今のところと全身にかけてください。で、プラスティーツリーオイルスプレー、これもちっちゃいのを出しますから、はい、ここにさ、1日1回でも2回でもシュッてやってあげてください。あ、はい。そうすると、これが空気中の、こういうとこでやっぱり皮膚の免疫力が下がってくるから、空気中の細菌のカビが入って大きくなっていっちゃうこともあるんで、それを抑えてくれると思いますから。はい。コンディショナーとティーツリーオイル。で、こんなでかいのが 100cc のちょっと小分けして出します。で、あとは積極的な方法は外科的に切除、うん、そうで、まあ目安は1センチ以上、10ミリ以上なるんだったら取った方がいいかなと思いますけど、それよりもゆっくりのペースで成長してるんだったら別に持ったまんまでもケアしていくだけでもいいかもしれないですね、はい。はい、顔見して。はい、お尻ね。ちょっと目は目一週間。あ、そっか、右目か、うん、右目だ。そうか、そうか、まだちょっと3回ずつ刺してます。いや、2回ぐらいで、1回はあの本人ってさ、気にしてない、この子目。いや、特にあの気にしてないですね。でもまだちょっと赤いね。この間では見てください。ふうちゃん、ごめんね、ちょっとメールして。ここね、うん、そうですね、ね、こっちとこっちに比べると、うん、はい、ごめんね、ちょっとこれねこれはあのエピネフリンって血管を収縮させる薬なんですよね。1分ぐらいで収縮するから、ただの血管炎だったら真っ白になります。で、でその次ちょっとお尻やろう。お尻でじゃないのか、目だね。ごめんなさい。まあ1週間だとこれぐらいって感じですね。はい、そんなしょっちゅうは縛らんでもいいね。こうやって2週間に1回ぐらい出せると、うん、理想ですね。で、こういった時もちょっと拭いた後に
さっきの絞ったらどうしても赤くなっちゃうからさ、気にするよ。はい、じゃもう一回顔こちらに。よいしょ。最初に。うん、うんこしそう。あ、した。まだ出るの？